ゆっくりの、怖い話。よくわからない世界に行ってきた。2チャンネル、VIP、異世界に行ったことを報告する者が現れた。よくわからない世界に行ってきた、ただいま。お帰りとでも言ってほしいのでしょうか。よく眠れたかい、クソコテ死ね、キャッカー。誰もまともに取り合いません。3月3日から2日間行ってきたが、実質1日に感じた、損した気分だ。5月3日からだった。間違えたごめん。ネタじゃないからマジで聞いてほしい。ちなみに、病気ではない、俺は。言動がちょっと怪しいですね。5月3日の昼、近くのネカフェにチャリで向かう途中、知らないおっさんに呼び止められて、そっから変な世界に行けた。連れて行かれた。聞かれてもいないのに勝手に語り始めました。おいこら、聞けや。なんでキレてんのこいつ。やっぱちょっとおかしいのかな。ならもっとまとめて書け。それか、遅いぞ、と言われても無理よな。聞かれてもいないことを勝手に書いて不満たらたらとか何がしたいんでしょうか。あ、ダメだ、俺はダメ、終わった、もう、ダメや、聞け。あ、ごめんなさいね、ちょっとまだ疲れててまとめてできないんだよ、無理よなや。何この人、本当におかしくなってきましたよ。釣りじゃないなら、おそらく幽体離脱だろう、スレを覗いてみんな、あれは時間を超越するからな。幽体離脱でも、病気でもありませんね。確かに、人の感触はしましたから、野球場の網みたいなとこにキリンみたいな動物がいて、親父に聞いたらペットなんだってさ、その親父も、キリン化をしてるし、面白いぞ。ああ、ごめんなさいね、まだ続きあるよ。野球場の網みたいなところはそれだけ、次の場面は知らない森、さっきの親父いたし、連れてかれたか、記憶があやふやでごめんなさいね。そこにはカブトムシの大きいやつがいっぱいいた。ギーギーと泣いてて、こいつらは食うんだと、俺は無理だ、この親父頭悪いと思った。文章はクソだけど想像すると面白いな。さっきまで寝ていたのに、無理よなや。ただ、疲れてはいるが、こっちの世界とは違うのは、鳥がいないことだな。虫が多いよ。カブトムシがアリのようにいた。あとはでかいトンボ、トカゲもいた。あと女もいなかったな。親父しかいなかった。子供もいない。村はあって、全員キリンみたいな顔してる親父だ。食事は、俺食べなかった。虫が入っていたからな。ああ、ありがとう。だいぶ正常になってきたかも頭が。文章はまだ正常じゃないですよ。それで、夜になったんだが、そこでまた場面が変わる。今度は砂漠だ。砂漠の近くの村、またキリン顔の親父がいる。別人だが、そこでは、言えた、っていう草があってこれが美味しいんだ。ラーメンみたいな味する、芝生みたいなやつだった。それを食べてたら、だんだん明るくなってきたけど、まだ夜らしい。言えたをこっそりポケットにしまったけどさ、すぐにバレたよ。キリン顔の親父に、夜だから、寒いんだな。親父にもらった草食ったら熱くなってきた。多分唐辛子的なやつだと思うけど、砂漠のくせにラクダはいない。いるのはキリンみたいな動物。でも網の向こうで戦ってるだけだとさ。キリン顔の親父たちとトランプやって、ババ抜きしたけど強かった。そしたら朝になってまた場面が変わって、今度は自宅で目が覚めた。なんか随分寝たような感覚があって、それがさっきのことだ。2チャンネルに書き込めたからほっとした。多分、ここは現実だでも、向こうの世界も楽しかった。現実に戻れた判定が2チャンネルに書き込むことって頭やばいな。お前こんな文章書けるなんてすげえな、マジで。オカルト板で書けばよかったのに、時空のおっさんかもしれないし。イカレっぷりからか、オカルト板を勧められます。すごいのは、向こう側の世界だよ。何かお土産でもあったらよかったけど、キリン顔の親父は何もくれなかった。でも、俺は確かに別の世界にいたよ。喉に手を突っ込んだらひょっとしたらエータが出てくるかもな。満腹感があるし。なんだ、読みも奇妙な世界に迷い込んだのか。なんだそりゃ、まあ、俺はただ、ここが現実世界か確かめたかっただけだから、いいよ。ちなみに、キリン顔の親父と、3日に俺を別世界に招いたと思われるおっさんは、別の顔だよ。ティモンとプンバを思い出した、証拠者メウプ、ゲロウプ。証拠としてゲロを要求されています。つまり2日間も寝てたのか、布団食いながら。そのギリギリなくカブトムシってヒメカブトだろ、タイかどっかでは食用らしいぜ。しかも栄養豊富で美味しいとか、これって夢の話か。証拠はないけど、行きたい奴は行けばいいと思う。どうやってだよ。場所は、三重の鈴鹿サーキットの近くだよ。異世界の入り口でもあんのかよ。マジ吉、ウセロゴミが。本当だったら面白いな、幽体離脱の一種じゃないのかと思うんだが。キリン男は間違いなく対人、カブトムシは確実に食用のヒメカブト。位置が狂ってる説、幽体離脱説、対人にあって食用のカブトムシ食った説、今のところ3つの推測がされています。ゲップしか出ないぞ、確かにイメージとしてはタイって感じだったが、カブトムシは普通に日本にいるカブトムシをでかくした感じだよ、手のひらくらいある、夢でも現実でもない世界だ。なら間違いないと思う、日本のやつとは違って上についてる角が長かっただろう。気持ち悪くてあまり見てないが、角は長かった。でも、でかいトンボはいないだろ。俺が見たトンボは30センチくらいあったぞ。気に留まっていたし、しかも鳥がいないのはおかしいだろう。キリン男は砂漠、イメージとしてはエジプトだが、それほど暑くないし夜は寒い、にもいたぞ。タイには砂漠はないだろう。タイだとしても、親父しかいない村はおかしいだろう。いいな俺も離脱していな。
今のところ羨ましいような世界ではない気がしますが。すいません聞きますね。2日間もの間、幽体離脱するなんて例、今まであったですか？あったと思う。1週間近くやってる人いないっけ？俺はまだ10分程度が限界だけどね。こいつ何者だよ。そうなんですか。でも幽体離脱にしては、妙にリアルでしたし、こっちの記憶がなくなったのは3日の昼ですよ。おかしいよ。やっぱり別の世界だ。一度電話したいんだけどダメ。詳しく聞きたい。おい、電話したいのだが。飛ばしてしまい、すいません。電話は、番号が知られたらまずいですから、できませんが、ここで、話すことなら大丈夫ですよ。一人暮らし。もうダメや、いかんこ、と膝をつくげ、ついでや、こっちむ、と指を伸ばす。それに同時に、不思議、面白いか、と地面を、蹴ると、おい、と知ったく、され、そっちに、回れ、と怒鳴り、キリ、キリ、と布に切れ、あれ、ダメや、血が出たぞ、叫ぶな、無理や、なんか、おかしいぞ、一人暮らしです、大丈夫ですよ。全然大丈夫じゃなくてわろた。すいませんね、電話は番号が知られたらまずいですから、できませんね。ちょっと頭がおかしいので、何か食べます。ちなみに、俺は病気持ちではないんで、精神は普通です。変な薬やったとしか思えない。なんか一の言動が変で怖いぞ。薬ですか？最近では2月に風邪薬を飲んだだけですが、だから、精神は普通だって言っただろ、聞けや。口調が安定しなくてマジで怖いです。手がカタカタして、文字が変になったらすいませんね。頭は正常ですから大丈夫。あと、タイみたいな場所にはカエルもいました。小さいカエルが、でも、水はなかった。湿ってたけど川や池はなかったです。うるせえいちいち不当天気をすな。ごめんなさいね。なんでお前得たとか知ってんだよ。いいからスレポジロやんと気候外しない約束したよな。誰だお前。覚えてないです。すいません。でも、キリン男は、俺を温かく歓迎してくれていたから、ひょっとしたら、俺みたいにどこかから迷ってきた人が、頻繁にいるのかもしれないですね。だから、精神は普通だって言っただろ。聞けや、敬語からいきなり変わると怖い。ドラゴンボールに出てくるフリーザも、そうでしたね。笑い、でも、大丈夫ですよ。俺は弱いですから。話が通じてなさそうですね。ナム、黙れ。何にキレてんだこの人。不思議ですね。今、ふりかけご飯を食べて、だいぶ落ち着きました。すぐ満腹になりました。言えたは腹持ちがいいらしいです。大丈夫なのか。大丈夫ではないでしょう。一に問い見に合いでさこや、問い合いで手羽さが、出てきて驚きひっくりわっかっか笑うが俺は全どこですかも言えずざざと偉い小屋で返してくんのと膝をつくもこっちベアホータメやもう怒るがたけに悟う、おしろいに触れが。ほらね。なんか不思議なスレだな。何この人怖い。どうやら帰ってこれなくなったようです。何この怪文書。ごめんなさいね。出来事を書こうとしても、うまく伝わらない。笑い、方言ではないです。あとは満腹感はありましたが、頭がフラフラとしていたので、何か意味入れたら、いいかなと思ったからです。文体が気色悪い。うるせえよ。文句言うなら帰りな。気色悪いのは、お前だろう。俺は正常だが。すいませんでした。91は嘘というか、嘘です。はい、俺のスレに来てくれる人はみんな感謝してますから、暴言は吐きません。不安定すぎて怖すぎです。俺らにもわかるように自分の言葉で書いてくれよ。さっぱりわからん。ああ、これでもさ、頑張ってるんだから、許せ、許してくれ、ごめんなさいね。これで、意味を感じ取ってほしい。俺もさ、多分頭おかしくしてるからよ。また治ったら普通に書けるかもな。なんでリアルタイムで思ったことは普通に書けるのに、よくわからない世界に行った時のこと書こうとするとおかしくなるの。俺にもうまく表現できませんがね。そうしなければ、伝えたくても伝えられない次元の壁が存在するのだと思うのですよ。あのね、普通に伝わったら、そんなの、違うでしょ、笑い。文章がおかしいのは異世界話のようです。どっからどう見ても日本語喋ってるだろ。これくらいで怖い怖いで引きってたら、世の中渡れないぞ。すいません、俺の口調がきつく変わっても、スルーしてください。誰に言ってるわけでもありませんから、気を悪くしないでくださいね。笑い、俺のスレに来てくれる人はみんな、神様ですから。息はこのように人格が入れ替わる感じになりながらも異世界の話を伝えようとしました。しかし意味がわかりません。8割程度しかわからん。漠然とだけど、大体理解できる。面白いよ。全部教えて。読み込もうとするとなんとなくはわかるんですよね。しかしこの文章を読み上げるとただの不気味な動画になってしまうので読み上げはしません。解読してストーリーを読み上げたいのですが、あまりに膨大すぎてちょっと無理です。そして翌日の24時近くまでこのスレは続き。いいえ、俺は俺だけです。正常ですから、大丈夫です。笑い。もう終わっていると思います。笑い、ですが、続けますが、1000まで行けたらいいですね。笑い、用意どんして、やっと折り返しで、息が上がります。笑い、あ、すいません、書き出しが、できなくなりました。笑い、ですが、続けますから安心を。笑い、そして最後に、おい、俺第一だよ。20くらいまでかな。時間ないしまた来るかもだから分かりにくくてごめんな。多分人格障害だとは思う。俺は意識あるからさ。平気だ。病院行くから迷惑かけてすまん。全部妄言だと思ってくれ。すまん。まあ病気はしたことないから大丈夫。偽物の言うことは気にするな。本物はこっちだぜ。
多分、連れてきちまったんだ向こうの俺を。まあ気にするな。結構いいやつだからな。まああれさ、闇遊戯みたいな感じ。いいやつだよ。悪くないぜ。古代から来たもう一人の自分って、なんか漫画みたいで面白いよな。ってことで俺は平気だから、このスレはもういいよ。勝手で申し訳ないからさ。じゃあそろそろだと思うからみんなまたな、ありがとう。じゃあ。と最後に勝手に自己完結だけして消えていきました。これは痛い。まあ、なんだ、オツ。古代なのか。まあ結局、釣りだったのか。なんだったんだよ。黒歴史に立ち会えたのかな。一はいつかこのスレのこと思い出してわーってなるのかな。住人たちはこれが釣りだったのか、中二病的黒歴史だったのか、病気だったのか判断がつかないようです。一が消えてしまったのでそれは永遠に謎のままなのでした。いかがでしたか。異世界話を期待した方には申し訳ないです。一は多分病気だったんだと思います。狂ったふりや中二病であんな謎の文章を書き続けられるとは思えません。皆さんはどう思いましたか？私はラーメン味の草を食べてみたいと思いました。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。